シュータデリア公園シュータデリア公園は、スペイン、バルセロナ、シュータベ略にある公園。バルセロナ有数の広い公園で、かつて要塞が、この場所にあったためにこの名がついた。面積は17.42ヘクタールあり、園内には、カタルーニャ時期衆議会議事堂、バルセロナ動物園がある。1806年のバルセロナの地図。右下に、 星形の要塞があるスペイン継承戦争さなかの1714年9月11日、13ヶ月にも及んだバルセロナ包囲戦で、バルセロナはフェリペ5世へ率いるブルボン軍によって陥落させられた。戦後の1716年からフェリペ5世はフランドル人軍事義師ヨリス・ファン・プロスペルに命じ、バルセロナを監視するため、この場所に要塞を築いた。星形の要塞は、 当時ヨーロッパ最大級であった。バルセロナを見下ろすムンジュイックの丘の上には、すでにムンジュイック城があった。要塞建設のために、リベラクが廃止され、1200軒の住宅が壊された。修道院のあった場所は考えよう運河にされた。約4500人が住む場所を放棄して退去した。バルセロナ市民の、スペイン中央政府に対する憎悪の象徴であった。要塞は、 1841年に監視委員会が廃止を決定した。しかし2年後、摂政マリア・クリスティーナは、要塞全体を壊さずに復興するよう命じた。フアンプリム将軍は、バルセロナ市へ資金を提供した。しかし、1868年革命で、イサベル2世が退位させられたために、要塞の廃止が決定され、軍の刑務所として使用されていた三十ン,ン島から、壊され始めた。 現在、要塞の原型として残るのは、礼拝堂、総督邸宅、交渉しかない。1888年、バルセロナ万博のため、バルセロナ市長フランセスク・リウスは、建築家、ジュゼップ・フォンセーレに、公園の開発を依頼した。アントニーガウディは、水場の設計をし、滝の下にグロッドを作った。園内には、当時の優れた、カタルーニア人彫刻家たちの作品が設置された。 ありがとうございます。